一番最近やったのは、初心者の子と、ランク1の子とやったんですよ。で、その子がめちゃくちゃ可愛かったんだよね。そう、超可愛かったの。で、ま、いろいろ来てて、いろいろメール来てて、ついに初心者見つけたから、入ってきてもらいました。良きに計らえさん、ちょっとよろしくお願いします。ランク4だね。ランク4だから、まあ、初めてちょっとしたぐらいかな。前はランク1でほんと投げか、ボムの投げ方とか、シューターの打ち方も分かってなかったんですけども、今回はランク4なので、多少は戦えるのではないかと思います。ということで、いつも通り縄張りバトルを運ぶそこでやっていきましょう。武器とかギアどうしよっか。もうなんか、適当でいっか。適当っていうか全然ついてない方がいっか。ここら辺の帽子かぶって、ちょっとオシャレではないけど、まあ、こんな感じで、行きましょう。はい、待ち伏しました。ということで、戦い、対マンしていきたいと思います。で、ちょっとね、メールの文でちょっと書いてあったんですけど、ジャイロオフですって書いてありました。多分、ジャイロは、あっちないんですよ。ジャイロないでやってる人も多分結構いると思うんですけど、あ、来るの遅い。あ、ジャイロなしっぽいわ、すごい。ちょっと塗っとこっか。ちょっと塗っとこっか。上向いてないやんか、すごい。これ、癒しね。俺の場所分かってるかな？分かってるね。ああ、死ぬ。ちょっと壁塗って。壁塗っとこう。おい。当てられる？ああ、頑張ってる。うわ、危ない。危ない。すごくない？なんか荒ぶってない？大丈夫？結構荒ぶってない？こう食い棒で倒せんじゃない？足元濡れてないね。足元が濡れてない。はい。なんかちょっと大人げないかな、食い棒。足元塗ってるよ。あーごめん。今ちょっとクリアリングしようとしたらやっつけちゃった。ジャイロオフって感じすごい、するね。やっぱジャイロってさ、エイム合わせるの慣れてくるとすごい簡単じゃん。やっぱ最初ってさ、スプラトゥーン始めたてって、ジャイロ、なんか慣れないよね、最初。うまくいかないよね。そしたらジャイロオフにしちゃうんだよ。自分の友達もそうでした。ジャイロオフでやってました。倒したいぞ。いや、倒しちゃっていいんだよな。倒しちゃっていいんだけど、俺倒せない、これ。ほら。カクカクしてるよね、エイムが。うわあカクカクしてる。うおっと、おっと。うわ、危ねえ。どこだ？あ、上か。どこ？あ、そこ？うわぐぐぐぐぐえぐぐ強い。ジャイロオフか。ちょっと俺もジャイロオフでって言うかな。次ちょっとジャイロオフやろう。もう一回戦おっか。オッケー。見て、ジャイロオフにした。はい、間違えしました。ということで、ジャイロオフにして、戦いたいと思います。で、ジャイロオフなんですけど、ぶっちゃけ慣れてない。本当にジャイロオフにしたこと、ジャイロオフでやってたことは、今まででそんなないし、ジャイロオフでなんか FPS のゲームって感じするよね。スプラトゥーンでちょっとなんか足元も塗らないといけないしさ、上下に忙しいんだよな、このゲーム。あ、めっちゃカクカクしないこれ。めっちゃカクカクする。え、これむずい。よくこれでできるね。当たらない。当たった。あ、でも分かる。でも上向くの分かる。なんか、下と上向くのなんか分かる気がする。あははははあ、ちょっと登れない登れない助けて。あ、どっ、消えた。あ、どこ。あ、狙ってきましたね。くそ、上に登ったね。上に登れんの？すごい。全然登れない。またえ、ちょ、これ無理だ。登れない。うわ、すげえカクつく。見てる人も結構カクついて見えるから、酔っちゃうんじゃない？酔ったらごめんね。
上からちょっとずるいになっちゃうがおります。クイーボーも投げれないんだけど。はいはい。おわ、あっちボムか。初心者同士の、初心者同士の打ち合い。あ、待って、当てづらいし、なんか相手上向いてるし。あー、よし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 、当てられた。よかった。やっと当たったよ。まあ、観察どころじゃないね、もう。必死だね。必死。お互いが必死に戦ってるよ。結構距離あるんだよね。距離ある段階から俺ら顔見せて打ってるんだよね。改めてインクを潜って近づくゲームだと思ってるんだけど。あ、上だ。上だ、どこだ？あ、下だ。むずい。あ、むずい。ジャンプとかした後全然弾当たんない。あー。これバレてない。バレてない。よしよしよし。もう一丁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 。ああ、バレてないよね、これね。オッケー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 。はい、バレてない、バレてない。はい、バレてない、バレてない、バレてない。